ラースレービレスターディウス・サーミ人に説教する姿を描いた絵画フランソワ・オーギュスト・ヴィアール・ラースレービレスターディウスは、スウェーデンのルーテル派の牧師、ラップランドの改革者、植物学者である。スウェーデンのラップランドのジャック・ビックに、スウェーデン人の漁師とサーミ人の母親の間に、生まれた。1820年から、ウプサラ大学で進学と植物学を学んだ。 何度か植物採集旅行を行い、ラップランドの植物についての研究を発表した。1825年に、スウェーデンラップランドのカレスの牧師となった。カレスランドでも植物学の研究を続け、極地植物の専門家として知られるようになった。牧師としては、サーミ人のアルコール依存症から脱する、啓蒙活動に取り組み、サーミ人の改革に取り組む女性。 ミラ・クレメンツ・ダートルに出会った後、宗教的体験をし、禁酒運動は、北スカンディナビアで多くの支持者を集めるものとなった。サーミ人の民族的な不満も加わり、レスターディウスの支持者は1852年に、ノルウェーのカウト系ので、カウト系のリベリオンと呼ばれる流血の事件を引き起こした。リスタジアニズムと呼ばれるレスターディウスに影響を、 受けた厳格な道徳的基準を求める。改革派はフィンランドなどに15万人の信徒がいると推定されている。柳化の種、サリックスリステーディアナなどに懸命されている。ラストは植物の学名で命名者を示す場合に、ラースレイビレスターデュースを示すのに使われる。ありがとうございます。